はい、今回はフィギュアレビューの方をしていきたいと思います。少し前置きになりますが、先日ラーの翼神竜の尻尾がね傷ついてしまって昇進しているという動画を上げました。ツイッターの方でその傷の取り方を教えてくださった方がいまして、その方のおかげでですね、5センチほどの大きな傷綺麗になりました。まあ、完全に新品通りになったわけじゃないんですけども、その気になっている部分がね綺麗になりましたので、すごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。では早速本題の方に参りましょう。今回ご紹介したいフィギュアはこちらですね。ブルーアイズホワイトドラゴン一番くじのフィギュアとなっております。お値段は5900円になりました。メルカリ等の相場では6000円から7000円でやり取りされている商品なので、まあ妥当な金額かなというふうに思います。ではディティールの方を見ていきましょう。画面はこちらです。一番くじらしい素晴らしいクオリティとなっているかなと思います。引きで見るとこのようになっていて、まあ、全身白なんですが、ちゃんとねブラッシングしてグラデーションになっているところが評価点かなと思いますね。はい、で台座は取れなくなっていて、煙でね召喚された時のブルーアイズを表現しているような感じとなっています。はい、まず良かった点の方から詳しく話していきますと、まあ、昨今ブルーアイズっていうのは人気キャラクターなのでフィギュア化はたくさんされていますが、その中でも1万円以下で購入できるというのは安くゲットできるのでいいかなというふうに思います。昨今あるブルーアイズって基本的に1万円2万円は当たり前の世界なんですけども、まあ、こちらのブルーアイズ1万円以下でゲットできますし、さらに言えばですね、まあ、その高いブルーアイズのフィギュアっていうのはちょっとその制作者さんのアレンジが加わってるケースが多いんですよ。なので良くも悪くもですけども、グロテスクに作られていたり、ちょっと爬虫類っぽくなっていたり、グレーっぽい色合いになっていたりというケースが多いんですが、こちらのブルーアイズはアニメや原作基準としたデザインになってますので、皆さんが想像するブルーアイズ通りの代物なんじゃないかなというふうに僕は思いました。で、悪かった点なんですが、特にデザインには全くなかったんですけど、まあ、やっぱり金額ですかね。というのは、そのサイズがですね、こちらのフィギュア15センチほどしかないんですよ。その15センチのフィギュアに、まあ、6000円、7000円というのはちょっと高い買い物かなっていう印象を受けました。ただ、一番くじのフィギュアっていうのはどうしても、価格がやはり相場によって変わってきてしまうものなので、まあ、今後安くなっていくかどうかっていう話になります。で、遊戯王のフィギュアって元から少ないので、僕の予想ではこれ以上の値落ちっていうのはなかなかしないかなっていうふうに思いました。なので、今回購入に至ったっていう感じです。はい、まあ、今後ね3000円とか2000円で売られるようになったら、もう2体ぐらいブルーアイズ買って3体並べてみるのも面白いかななんていうふうに思いました。はい、ということで今回は一番くじブルーアイズホワイトドラゴンのフィギュアレビューをしました。ご視聴ありがとうございました。はい、でちょっとごめんなさい、皆さんに質問があります。今回のようなフィギュアレビュー動画か、いつもみたいなスマートフォン直撮りのフィギュアレビュー動画、どちらの方が見やすいと思いましたか？今後の参考にしたいと思いますので、ぜひコメント欄などで意見を教えていただけると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。